はい、こんにちは。こんにちは。今日は何ですか？今日は、取り残された車掌です。トーマス再現ですね。うん、トーマス再現、前回の、ジェームスの嬉しい日。視聴回数2000回超えましたよ、まあ、大変だね。2000人以上見てます。大変だね。大変ですね。なんでそんなに見てる人なんだろうかね。うん、よくわかんないけど、何かおすすめになったらしいですね。第3弾、取り残された車掌、これはどんなお話ですか？見どころは。駅に車掌が取り残されるところかな。プラレール増えたんですか？はい。増えましたね。主要なキャラクターはこれで揃いましたね。はい。1、2、再現できるお話が。増えました、はい、これからもやっていくんですか？はい、わかりました。ではまず今回の取り残された車掌をご覧ください。どうぞ。機関車トーマス、取り残された車掌というお話。ハンクス三社のトーマスは自分の視線に誇りを持っている。なんたってこの視線が最高さ。本当にそうよね。百社のアニーとクララベルも賛成する。アニーは乗客だけを乗せるが、クララベルの方は乗客の他に車掌や荷物も乗せることができる。二人ともとても古くてペンキを塗り替えなきゃいけないほどだが、トーマスは二人が大好きだ。ピー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 ある日、トーマスはヘンリーの列車を待っていた。ヘンリーがなかなか来ないのでトーマスはカンカンだ。ヘンリーのやついっつも遅刻だ。おかげで僕はちゃんと走れないじゃないか。ハット級がどんなに僕を頼りにしてるかあいつは知らないんだ。ピー、トーマスはイライラと汽笛を鳴らした。早く出発したいけどヘンリーの乗客を待たなければならない。やっとヘンリーがやってきた。ポーポー、ヘンリーが待ってた。何をやってたんだこの怠け者。いやー、参った参った。機械が故障したんだ。だけど原因がわからなくてね。苦労したよ。バカバカしい。もたもたしすぎるんだよ。少し運動でもしたらどうだ？ピーピー。トーマスはスタートを切った。ところがあまりにも早かったので車掌が駅に取り残されてしまった。おーい、待ってくれ。でもトーマスは気がつかない。急げ急げ。トーマスはスピードを上げるが、客車のクララベルは走りたくなくて泣いている。アニーがトーマスを呼んだ。大変よトーマス、車掌さんがいないのよ。でもトーマスには聞こえない。アニーとクララベルは非常ブレーキをかけようとしたが車掌がいないのでかけられない。車掌さんはどこ？車掌さんはどこ？ピー、ト
トーマスは信号のところでようやく止まった。嫌な信号、一体何が起きたんだ？さあね、すぐに車掌から連絡があるよ。彼らはずっと待っていたが、車掌は来るはずもない。車掌はどこだ？車掌さんを置いてきちゃったのよ。さっきから何度も言ってるのに。まさかそんな。ポロン。するとどうだ、車掌が線路伝いに必死でかけてくるじゃないか。右手に旗、左手には笛を持って、彼は真っ赤な顔をして水を飲むと一部始終を話して聞かせた。どういうわけだったんだよ。そうだったの。ごめんなさい。まあいいさ、誰でも失敗はある。さあ、信号が変わったぞ。出発しよう。ピー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 。遅れた分を取り返さなくちゃ。アニーとクララベルは車掌が戻ってくれて大喜びだ。ピーピー。さあ、トーマス、好きなように走っていいわよ。なんだなの。トーマスは飛ばしに飛ばし、あっという間に終点にたどり着いた。この話の視線はトーマス、そしてヘンリーでした。